ト,ビトヨタ自動車が発表した今年3月までの1年間の決算は純利益が前の年に比べ10.3%増え2兆2452億円となりました新型コロナの影響で落ち込んだアメリカや中国での自動車需要の回復などにより増益を確保しました。合わせてて発表しした来年年3月までの1年間のの1間業績は新車の販売が増加するとして 純利益が2兆3000億円に上るとの見通しを示しています。